で、m 1のやつもさ一応締め切りあったじゃんはいはいありましたよで俺そのもう1週間前ぐらいからかな「え、大丈夫出した?」って聞いて「ああ明日出しとく明日出しとく」って言ってで、今度3日前ぐらいになってまた「え結局出した?」って聞いたら「あ明日出しとく」って「いやまだ出してねえじゃん」と思ってで最終的にもう前日の夜になって俺が「そういえば m 1のやつ出した?」って聞いたらでその次の日の朝締め切りだったんだよな朝10時とか その時点で町田にあ日の朝出し行きますって言われてええやと思ってでその時お前ウーバーイーツしてたじゃんしてましたよいやあのウーバーイーツってさそのいつでもやっていいからやってんじゃないそうそう分かる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 だから俺らバイトしないわけじゃん分かる分かるかるウーバーイーツっていつやってもいいからねいつやってもいいことやってんのにさなんでウーバーイーツ優先してんのと思って俺もうね そこはもうむずい。それはね、ちょっとお前がウーバイタじゃなさすぎるな。いや、でも、そういうことじゃん。うん、わかるよかるよ。わかるよ。別にもう、今すぐ出しに行けるのにさ、もうなんだったらウーバイタやってるからバイクに乗ってるわけでしょ。うん。出しに行こうと思えば、今すぐ出しに行けるわけだん。うん。なのに、明日の朝出しに行くわって言ってきたじゃん。うん。だから俺がさすがに、いや、さすがにマジ、寝坊したらだるいから、で、俺らその、8月前半で出したじゃん。はい。で、 こう遅れたたりととかかしらさ月になるる可能性あるじゃんそのもう8月前半のメンツ決まっちゃってさうん、うん、9月とかになるのだるいなと思ったのよ1回戦がああだから早く出してほしかったのねああでお前に「いやあの寝坊したらまずいからもうああ今すぐ e a t s 1回やめて「ああ出し行って」って LINE したじゃんそしたら町田もあ「じゃあ分かったわ」っつって出し行って、うん、その次の日に「あの 8月前半のメンツ出てて俺の名前なかったじゃんだから俺はもうやらかしたと思ってあもう9月だわと思って俺結構だるいじゃん1回戦9月ってそうねみんな受かっていってねもうなんか早めに終わらせたいじゃん1回戦はでも2回戦に準備整えたいじゃんかりますその2か月間ぐらいでうんそしたらもううわもうまた町田の奪いつ優先で1回戦後半になっちゃったと思ってうん分かる分かるよそこまで分かるようんってなってうん そ,そしたらさ、そっからなんか追加みたいなのが8月4日になってたからよかったねよかったねじゃないのよだからもう終わらせてくれや <laughs> もうそれでセーフだからあれなんか最近結構合コンとか言ってるみたいじゃないですか最近 <laughs> 頭おかしいやつがいるえ何 <laughs> えなんか最近合コンとか言ってるみたいな話聞いたんでえーえうんえ誰うんえだ誰何がえ いやいや。あ、言っちゃダメやつだった。いや、別に、え、なんすか。なんすか。え、なんか、その、その同期の芸人に。アマチから聞いたって言われて。え、何があって言ったら。あ、言って、言ってないかみたいな。うん。で、だから、よくよく聞いたら、なんか、最近、結構。高校に行ってらっしゃる。そんなことない、そんなことない。みたいなんで。はいはい。あ、そうなんだと思って。はいはいはい。 そうですね、一回行きましたねはいはいいや一回いや聞いた話だと結構はいなんか3回ぐらいいってるみたいな話ははいはいはいその回数同じような方とですなんかなん、なんえちょっと待ってこれえ、じゃあ俺聞いた話だからさもしかしたらお前からしたらいや全然違うみたいな話かもしんないから一回答えラタタタタさんとの話答え合わせしてもいい 答え合わせ俺聞いた話だからこれが本当かどうか分かんないから、うん、気持ち悪い,いやつばっかりだななんだよ <laughs> ほっとけよ俺のことは気持ち悪い答え合わせだけさしてもう俺なんでこんな目合わなきゃいけない何答え合わせって何こんな目って何にこんな目その,その同期のやつが言うんっていう何何うんいいよ何いやえなんか聞いた話だとなんかその、うん、そのそこにいた女の子が、うん、結構その巨乳の子で うん、なんかもう G カップぐらいある巨乳の子がいたらしくて、うん。で、なんだっけな、その、で、なんかおっぱいの話し、なんかその何カップあんのみたいな多分話を、なんか町田が多分言って、うん。はい、違います。はい、違います。僕は。あじゃあ,じゃあこ、ここは分からん、はいだ。とりあえず誰かが言って。はいはい、はい、で、それに対してすごい恥ずかしがってたんだって、その子が。はいはい、はい、え、え、えー、いや、みたいな。なんかすごい恥ずかしがってたら、うん、あの町田があの誰にも聞こえないぐらいのちっちゃい声で、うん ハジライマルって言う <laughs> <laughs> お前もう言ってはい、それ言いましたあこれ本当ですはい、それ本当ですそれは言いました見みます <laughs> ど,どういう意味ハジライマルっていうのはどういう意味ハジライマルだなと思ったからですなんかその <laughs> え、お前なんかそのチェック項目があるってこと？チェック項目そんな偉そうなもんじゃない。そんな偉そう。えっととりあえずえこのえ恥らいは丸。なスケベ監督みたいなことしてないな俺。違う違う違う。なんか何個かあるんだチェック項目が。これやってこれやってみたいな。そんな偉そうな取り方してない。違う違う違う。違う違うなんか。え謙虚さバツとか。違う違う。で恥らいは丸。俺だからそうスケベ監督じゃないからその違う。それはなんか。 みんなでね、そんなんやっててよ、うん、いや<俺>せめてせめて聞こえる声で言ってんじゃんその女の子に聞こえる声で、うん、あの言ってんだったら、うん、俺そのまだねその面白いと思うのよ、うん、の誰にも聞こえないぐらいの声で「うん、恥じらいまる」って言ってたからえそれはどういう意味なんかなと思ってそれじゃあ言い方も違うしねえっ何何恥じらいまるじゃないから恥じらいまるだからでもう違い分からんけど <laughs> これぐらいだからもういいってああ言いましたそれは言いましたそれ何のどういう意味どういう意味とかないって ななんかんだろうマジで意味とかないそれにそんなないお前も言っちゃうこといやいや分からん分からんマジでこれ分からんと思うそのだから俺からしてみればいやそんな恥じらいに丸してる暇あったら8月4日に丸してもう言って M−1 出せとか言って M−1 の用紙出してほしかったな恥じらいよりも8月4日に丸して急いで急いでもうしたその時はしてるからお前がしてるしてるいやそれ前の話じゃん 恥じらい丸はうまいか<だ>出すより前の前はいごめんごめん,ごめん,ごめん分かった分かった言いました言いましたごめんなさいそれだけ誰にも聞こえないかなと思ってなんかボソッと言っちゃいました一人でそいつにも聞こえないと思ってたし何ならまあまあまあ、まあ、いいんだんあじゃあ他に聞いたのも言っていいじゃん他に聞いたのも、うん、うん、い,やいやいいよ何なんかその女の子なんか女の子がなんか帰り、うん、帰りがなんかそのそのチュッパチャップスみたいなの舐めてて それなんかあの奪い取って舐めてたっていう。そんなわけなえだろ。これはこれははい嘘です間違いです。あこれ間違いです。あこれは間違い。うん。そのえじゃじなんでそんなこと言ってた。そえそんな嘘ついてたってことそいつ。だ嘘ついてるよ。あけけどあのあれです。なになにそのそれ一口舐めさせてって言ったわけです。えどういうことどういうこと。その一口ちょうだいってちょうちで。あそう舐めてるちゅっぱん。あそう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 。それ一口ちょうだい。ちょうだいって言っただけです。 あ、じゃ聞い話俺なんか奪いあっちめっちゃ嫌がってたのに奪い取ってベロベロなめすなってそんなやついるわけないじゃんこの街にこの世にいるわけないじゃんそんなやつやってませんあそれもやってないんだやってませんやってませんじゃあじゃあ全然いいこれ全然違うじゃん一口ちょうだいはちょっとふざけてね面白くないよ面白くないけどその、言うときあるじゃんお前らって一回ぐらい言ったことあるじゃんそのないえ一口ちょうだいみたいないやないかなその彼女とかにはあるけど そうだよねそうそうそうだからで気持ち悪みたいな感じだからそのそれは流れもちゃんとあったから奪い取ったわよもうご報ご報ほんに誤報ですはい本うごうそうすうそ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 なそう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 そいそう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 そまそう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 そいそう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  すごい頑張ってど見てるオリンピックはちょっとまだ見てないんですよねうんまあもう見てないんだろうなとは思うけどうんちょっと見てないです結果はなんとなくは聞きましたけど、うん、まあまあまあうんすごいよねなんかそのみんなさ、うん、あんなに頑張ってんのにさそのうんど,どんな気持ちその,そのオリンピックのこと意識してない <laughs> そのアメちゃん抱いっていったって